アンドレ・ボーモン。アンドレ・ボーモンは、初期のフランスのパイロット、海軍士官、飛行艇の設計者である。1910年代初めの飛行機レースで活躍した。ロデーブで生まれた。1910年12月7日に、航空免許を取得し、軍の飛行免許は12月18日に取得した。1911年に行われた、長距離飛行レースに出場し、 三つのレースで優勝した。五月末のにパリ・ローマ間レースで優勝し、七月七日にヨーロッパ集会レース。パリ・リエージュス・パユトレヒトブ・リュセル・カレー、ロンドン・カレー・パリで優勝し、七月二十六日にロンドン、スコットランド間のデイリー・メール・杯、イ、ギリス集会レースにも優勝した。ヨーロッパ集会レースでは重大事故が起こり、担当エンジニアとチームメイトのレオン・デマルタンが、 死亡した。1913年に飛行艇の製造会社、フランコ、ブリティッシュアビエーションの設立者の一人となった。FBA はロンドンに本社を置いて、パリで英二海軍向けの飛行艇を製造した。第一次世界大戦中は各地の飛行艇部隊を率いた。1915年から1919 19年まで FBA の飛行艇の完成度を高めた。 水蒸気の開発を行った、フランスのメーカー、ドネレベクの技術ディレクターになった、アーリー・エイビーターズ、プロフィール・オブ・ジーンコの、AKA ・アンドレ・ボーモント。ありがとうございます。